自分の難易度認定をするのであれば、5がマックスだとしたら2ぐらいです。いく 絶対もっと、5のうち2です。もっと高いでしょ。ここにはちょっと言いたいことが1個あって、ちょっと言いたいことがあって、なんで2かと。だって、どうなんすか？大丈夫か？頭良かっいたんや、すよ。そんなことないですよ。自分野球しかしてなくて、クラスで40人いたら40番目とか41番目ぐらいの成績を取ってるレベルだし。嘘だ。学力統一テストをやったら、1500人中、1500番、1530人とか40人中1500番台とか出すようなレベルだし。まあだから、そのいつ本気になるかだと思うんですよね。勉強って。別に自分頭が良かったわけではないし、スタートもよか、もともと持ってたものがあるわけではないので、ただ、ここに行こうと思った時に必要なものって、やっぱりどうしても最初は学力で、残念ながら見落とされちゃうんで、必要なものを一つ一つクリアしていったっていう感覚ですよね。そのスイッチ、大丈夫か入ったんは高3の時に入ってるんですか？高3のね、8月から、引退してからなんで、高3の8月か9月ぐらい、9月ぐらいから勉強を始めて、偏差値がね、当時多分40以下だった、38とか出た気がするんですよね、偏差値。で、そこから、僕も32だった。そこから、まあ、まぐれなのか分かんないですけど、看護大学に、2月の看護大学の試験に受かってるんで、まあ、そこ1個だけなんですけど、それ以外全部落ちたんだけど、なので、げえな。5ヶ月か。5ヶ月マジで勉強したらなんとかなる。ええー、面まあ、多分白先生だからわかると思うんですけど、担任の先生にはめっちゃ止められたっていい。ああ、やめとけとね。試験を受けることに、そう、リスクがありすぎる。土曜日フレンズ俳句 MC のクラマです。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。ですね、正直に大学の勉強は、看護師として、さっきもちょこっと前半に話しましたけど、看護師ってすごく守備範囲が広いんですよ。そう、本当に思った。おじいちゃん、おばあちゃんたちの、お世話をしながら病気と一緒にこう向き合っていくのも看護師だし、救命救急みたいにもう本当に人がすぐ死んじゃうような場所で働くのも看護師だし、学校で看護師を教えるのも看護師なわけですよ。だから学校の勉強ってすごく全部を網羅しようとするから、一つ一つが浅いんですよね。物足りなさというか、その学校の勉強自体は、すごく楽しかったかと言われると、トピックをつまんでジャンルは面白かったけど、全般的に、面白いトピックとか自分にフィットしたかっていうと、あまりそうではなかったかもしれないですけど、でも、自分にはその働いた後の、働き始めてからのイメージが、まあ、救命救急でこういう仕事をして、こんな自分でありたいっていうイメージがあったんで、あんまり苦じゃなかったですね。なるほど。それでもやっててよかったなって思うのは、その現場の人たち、チームがいますよね。現地の人とか、いろんな国から、まあ、宗教も国も言葉も違う人たちがこうわーっと集まってきて、まあ、緊急のチーム来るんですけど、なんか高校の部活みたいな感覚ですね。そのみんなで一個の目標に向かって、ああだよね、こうだよねって言いながら、いろんなことを試して、こうちょっとずつ進んでいく、その達成感とか、そのなんていうんですかね、そのチームメンバーと何かをこう作り上げていくっていう、まあ、部活で例えば、大会で勝ちたいとか、みんなでこうやんややりながらやっていくわけじゃないですか。でも終わった後ってすごい達成感というか、なんかこのメンバーでやっててよかったよねってなりますよね。だからその感覚がすごく近くて、それがインターナショナルでいろんな国の人たちで、いろんな宗教の人がいて、で現地の人たちがいて、そのなんかチームの一体感を作ったり、そのチームの中でやっていくのがもうたまらなく楽しいですね。もう何にも変えない。で、面白いのは医療者だけじゃないんです。国境なき医師なんて医療者だけと思いがちなんですけど、ジャーナリスト半の方分、もですチームか？の半分は医療者じゃない。まあそうですね、ジャーナリストは大体国、日本とか、まあ、いろんな国にもいるんですけど、現地には例えば病院を建てる、
システムが壊れたらシステムを直す人、物が壊れたら物を直す人、で物資がないところから物を取り寄せる人とかサプライって言うんですけど、あとは人間を真似、いろんな人を雇ったりするので人間をマネージする人事の人とか、もう本当に半分以上は、医療者じゃないんですよ。それぞれのジャンルのプロフェッショナル、スペシャリストが集まって、その現場を良くしていこうってやるんで、自分は ただ1位、要は医療のスペシャリストとして現場に入るんですけど、もう本当にいろんなディスカッションといろんな問題がいろんな角度から来るんで、それをこうクリアしていくのがもう半端なく楽しいですね。すごい。そういや、もう A フレーズをもうありがとうなんですけど、そういうのに憧れてる中高生とか大学生って、まあ、いると思うんですよ。いると思うから、うんうん、そのスペシャリストになるためのちょっと難易度ってどれぐらい高いもんなんですか？もうこれはもう、ね、なかなかね、いいとこついてきますね。どうなんですか？まあ、国境なき医師団っていう団体も含めてですけど、まあ、こういう、ジャンルでやってる人間ってあんまりいないので、うん、いろんな質問を受けたりするんです。どうやったらなれますか、うん、何をしたらいいですか、うんうん、で正直なところを言うと、分からないんですよ。これっていうのがないんです。っていうのは、はあ、ウクライナの状況もそうなんですけど、世界の情勢って常に動いてるので、うんうん、必要なニーズってもうコロコロ変わるんですよ。うん、でちょっと自分は集中治療のプロフェッショナルなんですけど、うん、ちょっと前までは集中治療の看護師とか医療者ってあんまりニーズがなかったんですけど、うん、コロナが起こって急に集中治療のニーズがボカンと上がったんですよね。 なので正直将来どんなニーズが必要なのかってわからないっていうのがあって、おーおーおー、なるほどね。難易度をもし表せと言われると、要するに国境なき、例えば国際支援をしたいと思ったら、うん、まあ、国際支援をするには英語ができなきゃいけないとか、はい、まあ、海外で働くための、経験ですね、はいはいはい、国際的なチームで働く経験があるとか、はい、あとはよく言われるのは熱帯、まあ、アフリカとかに行くことが多かったりするんで、熱帯の知識とか、うん、熱帯医学とか感染症のコントロールって言われる、わあ、難しそう。まあ、そういう知識が必要で、いろんなものが結構必要になってくるんですけど、うん、考え方によってはですよ、自分の頭の中は、はい、誰かと競り、自分以外にもいっぱいいる、もちろんいるんですけど、誰かと競り合って一人だけが合格するシステムじゃないんですよ、うん、ああ、なるほど。ある程度こういうことができたら、そのステージに立てますよっていう、うん、まあ基準というか、その必要なスキルがあって、それを超えちゃえば、うん、なれるわけなので、なるほどなるほどなるほど。自分の難易度認定をするのであれば5がマックスだとしたら2ぐらいです。いく絶対もっとのうち2 もっと高いでしょ。ここにはちょっと言いたいことが1個あって、ちょっと言いたいことがあって、うん、なんで2かと、うん、だってゴールは決まってるんです。だいたいここって決まってるんですよ、うん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 、でもしかしたら今の自分は、ま、あとは当時の自分は、まあ、ここら辺かもしれないですけど、うん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 、ここも変わんないんで、あ、なるほど、はい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 、もう一個上がってって必ずあるところで超えちゃえば、うん、そうなんです、超えちゃえばいいんですよ。でよくなかなかなれません、うん、目指してるんですけど、うん、私にはちょっと無理そうですっていう人がたくさん、うん、相談くれたりするんですけど、いるんですよ。でも自分的な意見としては、そこのに向かってく、あくまで遠いのはステップなので、1回で、要は1回テストを受けただけでこうなろうとすればそれは無理かもしれないですけど、うんうん、1回目でここに行って、3回目でここに行って、4回目でここに行って、5回目には超えるかもしれない。もしかしたら5回、6回でここでジタバタするかもしれないけど、うんうん、7回目やれば超えるかもしれないので、うんうん、確かにね、要は自分がこう、どんな仕事のスタイルをしたいか、どんな仕事をしたいかで、自分をこう一個一個積み上げていくのを楽しんじゃえばいいと思うんですよね。なので、その間にほんまに自分がしたいかどうかの自問自答も多分されますよね。そこまで何回受けてもやりたいもとなのかっていうのね。
結構言われてるのはバーンアウトって、まあ、燃え尽きちゃう人が多いって言われるんですけど、うんうんうん、いきなりこうポンってなるとイメージしてたものとのギャップ、うんうん、とか自分に対する自己理解が低い人がポンってなると、うん、現場でダメージを受けることが多いと思うんですけど、うんうん、こう一個一個進んできた人ってじっくり自分と向き合えてるわけだし、そうか、現場に行った時にこのギャップが少なくて済むと思うんですよね。だから燃え尽きにくいというか次の、あの、あの切り替えにもできあのうまくなると思うんで、なるほど、あの焦るというか一個やっていけばいいと思うんですよね。大将くんは何回挑戦してるんですか？ね、多分4回ぐらいは挑戦してるはずなんですよ。で、要するに4回あの言葉を変えると4回ぐらい落ちてるわけですね。おうおう、でも個人的にはなんか落ちたとかいうよりは、あ、1回目のチャレンジはこうだった、じゃあ次はここを改善して2回目、あ、2回目はここまで来たって、もうそういうステップの感覚ですよ。土曜日フレンズ俳句 MC のクラマです。皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。